サッチーミッチーです。はい。ということで、サッチーさん。<laughs> なんすかあの、ベレー帽みたいな。<laughs> サッチーさん、なんか、あの、絵描きさんなんですかね何なん,なんだろう。なんすかあの、あの、ベレー帽ってなかなか持ってなくないですか俺は何なんだろうな。あの、ベレー帽みたいな。ベレー帽じゃないですかねなんかあ、対抗して、対抗して、もうあの、2021年先取りクリスマスですよ。やばないですか。 多分今クリスマスやってる人僕、日本で僕トップレベルの速さですね。どうすか <laughs> 多分2021年のクリスマスを今からもやっちゃってるのは多分日本 YouTuber 界の中でも多分僕ぐらいじゃないですかね。<laughs> YouTuber ではないですけど、まあ、YouTube に動画をアップロードする中ではだいぶ早いんじゃないかなと思いますけど。そう。まああれですよ。まあ結論ね、あのどう思うかですね。 思い方って自由だと思いますけど、考え方とか思い方って自由だと思うんですけど、変えることができるのは、その考え方だったら思い方しかないですよ。受け取り方ですよね。感じ方とか。うん。だからまあ、なんだろうな、コロナで、コロナに対して、例えばね、コロナ、まあ確かにコロナのせいで,です。はい、終了なんですよ。 でその後どうするって話なんで <laughs>。だから、その、いくら、なんかね、変えられる、世の中にはね、変えられるものと変えられないものがあるわけでしょ。例えば、じゃあコロナをいくら叩いても、コロナをひひどれだけ誹謗中傷したとしても、一気にウイルスがなくなるわけじゃないじゃないですか。あと、今日はふざけんな、雨かよ、みたいなね。じゃあ、雨を誹謗中傷してもね、 雨を誹謗中傷っていいな。雨をどれだけ誹謗中傷しても、神でない限り、な,なんかのパワーがない限り、いきなり雨やますとか無理ですよね。新海監督の、なんだっけ、天気の子だったもうそんな人はいないわけですよ、なかなか。<laughs> ね、なんであの、じゃあそこの変わらない、変えられないものに対して、どう自分が変えるかしかないですよね。変えられない現象に対して、自分がどう変えるかしかないですよ。 でも、これは変えようと思えば変えられてるんですよね。うん。だから、まあ、その、いろんなご意見、いろいろな、あ情報が散乱していますけれども、結局、自分がどう考えて、どう行動するかしかないので。うん。だからね、まあ、やっぱ人なんでね、何かのせいにしたいとこなんで。 カメラのせいにしたいですよ。今、止まったから <laughs>。なんだこれ <laughs>。パソコン買おうかな <laughs>。パソコンのせいにしたいですね <laughs>。今、固まったな <laughs>。何かのせいにしたいんですよ。だからそ、そのせいにすれば楽ですよね。うん。なんで、まあ,あ、やるしかないですね。まあ僕はもうこの4年、まあいろいろありましたけど、結論、どうやって乗り切ったかっていうと、 考え方を変えて乗り切ってきました。考え方を変えて、ひたすら行動する。で、行動が止まりそうになったら考え方を変える。例えば、僕ですね、あの楽天銀行凍結になったことがあるんですよ。この4年の間に。まあ、あの、個人口まあ、最初ね、僕は、個人口銀行口座だけでやってたんですよ。ビジネスを。で、みんな振り込んでもらってたんですけど、まあ、個人口座にバーって入金あるのおかしいじゃないですか。で、それで何かで、なんか引っかかったのか分かんないですけど、 で、なんか、一時停止、ストップみたいな。で、そこから楽天銀行凍結で調べたら、結構個人事業主の方が、凍結食らってたんですよ。で、まあ、キャッシュ下ろせないわけですよね。貯金ゼロ、キャッシュ下ろせない。え、どうするみたいな。<laughs> 借金返済ないと、しないといけない。僕はね、あの、5分間、あの、まず、これね、下から降りて、入金チェックをしたんです、朝。ね。 朝入金チェックをしました。赤文字で書いてあるわけですよね。ということだみたいな。あれは凍結みたいな。どうするみたいな。で、こう上に上がっていくわけですよ。で、上で寝れるんですけど。で、布団に車あるわけですよ。どうするみたいな。夢であってくれみたいな。<laughs> お金0円ですからね。お金0円で借金返さないといけない。みたいな。ど,どうするれみたいな。 で、5分間ぐらい車って考え方を変えました。あまあ、どう考え方を変えたかっていうと、あ待てよと、布団にくるまっててもお金は降ってこんぞと。<laughs> よしっつって動画すぐ撮って商品売ってましたね。商品のセールスの、あの商品売り回すみたいな動画。<laughs> まあそんな感じですね、4年。いろいろ,いろいろあって、ピンチがあったらそれを乗り切るために何かやる。ピンチがあったら考え方を変えてやり切る。 ピンチがあったら考え方を変えてやりきる。で、ダメ、で、そのやりきるじゃないですか。で、やりきってダメな時もあるんですよ、僕もね。で、やりきってダメだったら、またそこで、ダメだったら,からしょうがないから考え方変えて、またやり切るっていう。で、これね、考え方変えてやりきる。考え方を変えてやりきる。考え方を変えてやりきる。これやってたらね、あの、なんとかする力がつかま、あの <laughs>、備わります。だから生き抜く力っすねす。生存力っていうね。 生存力が磨かれるわけですこれをそう何、まあ、かやったらなんか壁出てきますから,、うん、だからそこでやっぱ考え方変えてなおかつさらに前進してやり抜くってことですねでやり抜いてもうまくいかないこともあるんでや,るやり抜いたらぜ全部がうまくいくかってそんなあんまないんでねそんなあんまないですよ <laughs> じゃあその時にまたその現状を受け入れて考え方を変えていく だそこで受け入れるってことが大事ですね。しゃあねえなと。だからその,その、ね、楽天のせいにしてもね、もうだってあの、一応、一応オペレーターに連絡はしたけれども、マジたらい回しでしたからね。まあ、3ヶ月間だから保留で、なんか免許証くれとか、なんとかの書類いっぱいくれってって、なんかたらい回しですよ。3ヶ月間結局保留で、まあ、最終的に、まあ、じゃあ退会っていうか、解約で他の銀行に振り込んでもらいましたけど、3ヶ月間おろせなかったですからね、キャッシュ。 まあ戻ってきたから良かったですけど、何な,なんなのみたいなね。<laughs> まあそのせいにしたいですよね。だって別に悪いことしてないわけだから <laughs>。普通に使ってるのにね、なんでやねんっていうね。まあ普通の使い方じゃないかもしれないですけど。まあっていうことを言いたいですよ、僕も。でも言っても、まあ変わらないわけですよね <laughs> そう。そう3ヶ月間無収入でどうやって借金返すねんみたいな。 やるしかないですからね。うん。はい。ということで、今からやっていきましょう。あの、何もやらないと何も始まらないですからね。はい。まあ僕はね、結構ね、それをもうずっとやってるんで、なんかそれ、なんかそれが習慣化になってますね。やりきってダメだったら考え方を変えてやりきるっていう習慣化ですね。多分ね、これね、フランコビーコビーのなんちゃら7つの習慣より最強だと思いますやりきる。 ダメだったら考え方を変えてやりきる。ダメだったら考え方を変えてやりきる。もうとにかくやりきるっていう。ぶち抜くっていう。徹底的にやったるみたいな。で、それでダメだったらまた考え方を変えてまた徹底的にやるっていう。まあ、どこ行っても徹底的にやるみたいなね。だから勝てる勝てます。大丈夫です。どこ行っても徹底的にやるんで。そう。はい。まあちょっと長々なりましたけど、頑張ってください。では。